信長が今日本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前げっ。あれ、清正、何帰り支度してんの？これから毛利と決戦じゃ。今日に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え？いくらなんだ、急じゃね？ああ、そういや、頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ、正則。俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう！待てよ、清正！かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。押し兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。